皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、いつもと違う形で引き寄せ魔法学校ということでですね、いろんな僕も7ヶ月のですね、霊性回復学校をやっているんですが、そこで勉強される方とかがですね、もっとこういうこと知ってたらいいな、このなんか勉強をする、学ぶってことをいいなっていうことでですね、これからはたまにこの引き寄せ魔法学校シリーズを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして今日はですね、思考は現実化するの間違いやすい点ということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルではですね、いつも、スピリチュアルをもっともっと理解して自分の直感力を高めていって、そして人生にミラクルを引き寄せるそんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、思考は現実化するというふうにいつも言われていますが、これをですね、ちゃんと根本的などんなことを言っているかということを理解することがですね、良い引き寄せを起こすためにすごく大切なことになるわけなんですね。で、皆さんよくあると思うんです。そうか、ポジティブに欲しいものを考えてたらいいのかなとか、こういう未来になるって言って思ってたらいいのかな。そしたら、現実がですね、どんどん未来の現実が引き寄せられてくるっていうふうに思ってらっしゃると思うんですが、そういう単純なものではないんですよね。だから自分のエネルギーがですね、どのように動いているか、どのように作用して未来というのができてきているかということを、知るっていうことがすごく大切なんですね。で、この引き寄せっていうのはですね、結構本当に上手にすると、90日ぐらい、3ヶ月ぐらいでどんどん変わっていくものなんです。僕たちのこの思考っていうのはですね、90日ぐらいで少しずつ変わっていって、形としてなってくるというものになるのが普通の流れなんですね。ですから今思ってるのが、早い人だと本当にパッと思ったものがですね、1週間後にやってくるというようなことも起こります。これは本当にそれを意識してですね、ずっと使っていると、その3ヶ月、90日かかるものがパッと早くなったりするということなんですね。ですから皆さんもですね、今日お話しすることをぜひ理解していただいてですね、意識するっていうことをやっていただきたいと思います。さあ、この引き寄せ魔法学校のですね、思考は現実化するの間違いやすい点ということで一つご紹介今日していきたいと思うんですが、まずですね、思考が、引き寄せがどんなことになっているのかということをお話ししていきたいと思うんですが、まずですね、こちらご覧ください。これね、皆さんよく見ると思うんですが、これが氷山になっていてですね、これが水面です。ね、で、僕らにはですね、この、潜在意識というものが、この水の下にあってですね、無意識の中にある部分というのが、すごく大きく占めてるっていうふうに言われてですね。で、自分が意識していたり、理解している分、それが、この潜在意識と呼ばれるものですね。これは、どちらかというと頭で考えたり、自分が、こうしよう、ああしよう、こうなるといいなって考えている部分です。これがですね、一角であり 5% から 10% だって言われるんです。それに比べまして、この意識はないんだけども、自分の奥の方にある、僕らの霊能者から言うとですね、これがいわゆる魂の奥の方、魂の本質の部分のような感じですね。こちらが、潜在意識が頭で考えている自分、そしてここが魂で考えている、自分の部分という形になります。これが潜在意識 90% から 95% とすごい大きな、ものになるわけなんですね。で、この潜在意識がですね、すごくこの僕たちの思考という意味で現実化させていってるとこなんですね。ここをちゃんと見ること、ここを理解すること、ここがちゃんと動いたりすることで変わってくると言われるわけなんですね。で、じゃあ皆さん、やりたいことがね、あって、こういう風になるといいな、こういう未来が来るといいなと思って、もう願ったりですね、強くポジティブになってとか、ちょっとやってるのに、なかなか動かないっていうことってあります。それはどういうことかということなんですが、もうこれはですね、結局、ここで、この、自分の意識のある潜在意識、頭で考えてる自分ですね、ここのエネルギーとか、ここのやり方で、自分の未来を、無理やり引っ張ってくる。そういうような流れになってしまってるからですね。例えば分かりやすく言っていきたいと思うんですが、今ここに歌手になりたい。ね、皆さんも自分のやりたいこととかをちょっと考えながらですね、なるほどと自分のことのように考えていただきたいんですが、歌手になりたいという人がいたとします。すごく頑張って勉強も練習もしてるしですね、オーディションとかにも、申し込んだりしてやります。でも、どうしてもうまくいかない。ね、そんなことってあると思います。頑張ってるのに。そして私は絶対歌手になるってすごく強く思ってるのになんでうまくいかないんだろうっていう時があります。この時のですね、自分が歌手になるためになりたい。そしてこういうふうにしようって行動してる。その時のですね、自分の心の状態をよく見ていただきたいわけなんですね。ここがですね、意外とうまくいかないところって、心地よくないというか、ここでいいのかなと思うような、深いところにそういう自分の考えがあるわけなんですね。それがこの潜在意識で考えてしまっている自分なんです。ですからここは無意識だって言うんですけども、実は、この魂、自分の奥の方にですね、ある、自分ではなかなか気づかない、そんな感情として出てきてはいるわけなんですね、ちょっとだけ。そこを考えることが大切なんです。はい。で、例えば、ね、歌手になりたい。私頑張ってるのに、すごくやる気もあるし、なんでうまくいかないんだろうっていう風になっちゃったとします。これはですね、結局、歌手にはなりたい。でもその歌手になりたいっていうのが、本当にこの奥の方の魂がですね、そういう歌詞になってこういうことしたいっていう風に考えてるというよりは、最初にですね、知らないけど、有名人になってこんなチヤホヤされたいなとか、お金を稼ぎたいなとかいうものでね、人って動きがちなんです。特にちょっとお金に困ってたりするとですね、もっと楽に稼げる方法がないかなって言ってみんなね、そういう時に詐欺とかに行っちゃったりするんです。でも詐欺もそうだと思います。詐欺にあってですね、詐欺というか、そういうお金儲けできるから、絶対できるからって言われて行ったんですけど、全然楽しくないすごく辛いし、反対に借金作ってしまったっていうことってあると思うんですね。こういう人の心の中っていうのは、最初お金を儲けたい。お金儲けられるんだったら簡単にやろうって言っていくんだけども、結局やってても全然楽しくないし、これじゃなかったんじゃないかなと思いながらずる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 やって、もう気がついたら自分が借金だらけになってる。この歌手の場合もそうなんですね。自分が本当に魂的にやりたいものではなくって、有名人になりたいなとかお金を稼ぎたいな、そんな風に選んでいったりするとですね、結局自分の本来の魂が行きたいと思うところではない。方向に行ってたりするわけなんですね。だからこういう時、じゃあどうしたらいいかっていうと、この潜在意識と呼ばれる部分、自分の魂ですね。ここをよーく見て、本当の自分は何をしたいんだろう、どっちに行くんだろうっていうことをよく見ないといけないということですね。だからこの歌手の人の場合だと、もしかしたら歌手ではないかもしれない。または歌手といってもいろいろあります。ね、テレビに出てすごくヒットを出して有名になる人もいればですね、全然違うところで歌を歌って、地元ではすごく愛される人とかっていうこともあります。ですから、それはね、全部、有名になってからいいとか、そういうものではなくてですね、本当に自分の目指しているもの、自分の魂が目指しているもの、どういうとこなんだろうっていうのをちゃんと見ていかないといけないということですね。だから、この今言ったみたいですね、歌手になってイメージになってお金儲けしたいって言ったのにうまくいかないって、言ってる時、なってる時っていうのはですね、やっぱり自分のよく考えると心の底の方で、いやでもやっぱ無理かなって思ってたりするわけなんですね。こういう時っていうのは結局自分の行くべき道でなかったり、行くべき道の方法でなかったりするっていうことがあるわけなんですね。だからですね、こういう時、じゃあどうしたらいいのかっていうと、自分をよく見つめてですね、そして自分が、その、やりたいことの、成功している姿を想像できるかということですね。このよく言うのが、この五感で感じられると現実化しやすくなると言います。例えば、僕もこんなことがありました。こう、すごく一回モテたいなと思って、これは痩せないとと思ったわけです。で、痩せるって言って自分の未来を想像した時にですね、本当に痩せてる自分を感じたんです。そして服がですね、もうブカブカに、うわ、こんなブカブカになったわって言ってる、もうそのありとあらゆる服が引っ張られるとかそういうのを、うわーっと感じることが想像ができたんですね。そしたら、2ヶ月後に13キロ痩せたわけです。もう全然違う世界になって、ズボンも本当にブカブカになったわけなんですけども、こういうふうにですね、想像できるもの、ありとあらゆるこの五感を使って、そういうものが結局自分の未来に、生きやすい、現実化しやすいものとなります。ですから、自分を内観してですね、魂をよく見つめて、自分が本当にどこに行きたいのか。ね。有名になりたい。ただ単にお金を稼ぎたい。そういうものではなくって、本当に魂はどういうことをしたいんだろうっていうこと。そしてそれをこう想像したときにですね、あ、こんな自分になってるっていうのを想像できた場合、それはあなたの行く方向であるということですね。この潜在意識をよく見てあげて、それと、現実の世界が、こう、一緒の流れになってくると、ことは簡単に前に進むようになるってことですね。これが潜在意識の中は違うのに頭で考えて潜在意識でですね、こっちだ、かしらって言ってて、いや、そっちじゃないのにっていう、このギャップができてくるとですね、なかなか現実を引き寄せるっていうことは難しくなるということです。はい。ですから、この自分の、魂、内観をよくしてですね、それでどこに行くか、ここをよく見て行動していくということをやることでうまく引き寄せを起こせますので、やってみていただきたいなと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい、そしてこちらじゃーん。先ほどお話しした7ヶ月の、冷静開花コース、自分の直感を高めたりですね、この守護霊さんとか亡くなった方々のメッセージをいただく、そんな練習もできますので、興味ある方はぜひ概要欄の方を見ていただきたいと思います。それで今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたから。それではまたお会いしましょう。さよなら。